ザマンディビューラーインサイシブキャナルコンティニューイングアンティリアリーフロムザマンディビューラーキャナルアフターザメンタルファーマン科学館は科学骨に存在する管で過思想神経、過思想動脈、過思想静脈が中を走行する科学校から下顎枝を下前方に向かいその後科学体にて思想の元を前方に向かう走行中思想と交通し過思想神経 カシソウ動脈、カシソウ脈の枝が沈いくへと向かう。摂氏部にて摂氏の思想へと向かう。化学摂氏管と呼ばれる小さな枝を出し後方へ戻り音外口へと向かう。レントゲン写真上50%の化学第2第9子の根線が化学管と近接している。40%は根管が根線から離れており、レントゲン上では10%で、 混戦校が科学館内に存在している。科学第2第球史の鼻一療において過思想神経の損傷による近く麻痺の可能性があるのでリーマーや根幹充填剤の使用には注意が必要である。また、科学第3第球史も同様に科学館と近接しており、近く麻痺は毎福祉縛士の際の偶発症として知られている。この記事には パブリックドメインであるグレーの解剖学第20版173ページ本文が含まれています。ありがとうございます。